今回はこのスズキのイグニスさん、キュートなブルーのイグニスさんに、前回フィットでご利用でしたミューレンシートの SN3 というシートの装着の模様を簡単な動画にまとめました。しかしながら装着の動画そのものはシンプルでスムーズに流れていくのではございますが、装着後の座面の高さ角度の設定においてはお客様の要望に対して細かくお答えするために、今回は久しぶりに同乗試運転で路上に出てみました。多少ガタつきはありますが、綺麗な状態で、座面の前側の圧力、後方の下がり具合、腹部の圧迫、呼吸の取り具合、前方の視界、ハンドルの回し具合、おまけに、ペダルの操作具合などを検証させてもらいました。で、後ろ側は今純正よりかなり高めになってる。で、アクセルに足持ってって、ブレーキ持ってって、で、適当にちょっとで前後の調整もしてもらって、で、チルトハンドルもいじってもらって、それでリクライニングをちょっといじってもらって、あまり緊張しないように、もうちょい後ろでもいいかもしれないな。そのぐらいになるとだいぶいいかもしれない。あのペダルに右足がかぶりすぎちゃってるかもしれない。いくらかセンター寄りになった、これ。ああ、かもしれないですね。どうですか、後ろだから今思い切り上げたんだけど、一コマ下げると太ももの当たり具合が少し変わるかもしれない。だから太もも寂しいって感じはしないか。言われてみれば寂しいと浮いちゃうよね、その場合、今の段階だと多分後ろを1コマ、例えば半コマってあるんだっけ、7ミリとかちょっと見る、できたらそれができるとしたら6ミリぐらいできれば、もしかすると下げるとバランスがいいかもしれない。逆に上げちゃうと良くないか。いや、前側がちょっと寂しく、前は後ろまだ上がる、あと1個上がる。じゃあちょっと後ろだけ上げてみてもらおうか。前上げちゃうとおかしく、前もこれで目いっぱい、前は今上げる、もう前これ今一番高だよね。だからその場合は一旦外してスペーサーを入れるみたいな作業、ノーマルで座った時にすごいこうアイポイントが低く見えちゃったもんで、それをちょっとシートリフターかまして少し高めの、でやってたんですよ。でもそうするとこれは今高めに来てるでしょ、もうすでに、だからもしかするとこれでいいのかもしれないね。だからこちらの希望としては、レールがシートを前に出すと全体的に沈んでいくはずなん でそうすると膝がどん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 浮いていっちゃうわけなのよ。ちょっと後ろ気味に座るともう今当たってる感じはすごいいいですよね。だからあとはチルトハンドルをちょっと下げ目にして、あんまり握るって意識を持たなければ、もしかするとそれでちょうどいいのかもしれない。そのぐらいで。メーター見えるかじゃ。メーター見ない。勘で走る。譲ってこのまま。いや、それだったら このままでいいかもしれないですよ。いいとこ呼び出してる感じ。乗ってみる、動かしてみないと分かんないっつうのも。行ってくる人もある。はい。じゃあイグニスさんでミューレン SN3 移設直後の高さ検証試運転モードで、PTA 効いてるよね、もう入ってるよ、ランドエースもすげえスムーズだけど、じゃあ一旦停止直進です。はい、ゆっくりどうぞ。いや、効いてるでしょこれ、すげえ軽快に走ってる。あ、いくらか変速の食感やらないのかな。あ、でしょ、いや、降雪そう渋かった、ちょっと引っかかりがあった。ちょっとね、20キロぐらいでアクセル離しちゃうとガクってなった、あの、なんかこうガクってくるんだよね。どう、これで全然いいじゃん、いくらかかるけど全然違う、じゃあこう左な、はい、で、やっぱりね、こちらで思うのは、やっぱりそのハンドル、じゃあこう左ね、ハンドルを握るっていう意識を少し、いいよ、出ちゃっていいよ、青だからそのまま握るっていう意識を、操作するっていう意識に切り替えると、少しシートを後ろにできる、
やっぱり体格がそこまであるんで、うん、前だとちょっと辛いかもしれないね。少し後ろで座るぐらいの方がいいかな、うん、でも確かにももが、うん、楽にはなったかな、うん、と思います。前結構上がってたからね。そうですね。じゃあここ左、はい、で多分若い子はそこを勘案してね、うん、約ね20ミリぐらい前は下がってるみたいだよ、うん、で後ろはこっちより20ミリぐらい上がってるみたいだね、うん、だから視界もいいんじゃないですかね。うん、視界はようになりましたね、うん、あと足回りがやっぱり当たりが柔らかいね、うん、全然いいでしょ、うん、じゃあまっすぐ行っちゃいましょうね。あ、全然いい、いい感じで、もうランズエースも働いてますからね、うん、十分取れてるし、椅子も随分仕事してると思うよ。だから前に出すと下がっちゃうのよ、うん、レールのアングルの関係で、うん、だから少し体持ち上げるような高さが多分一番楽だと思います。でそこ左で、うん、まあそのぐらいだとそんなに体勢に影響はない、うん、やっぱりね、だんだんズーズーズーいっちゃうわ、うん、これいや、それは少し背もたれ倒してもいい、わずか、うん、そうすると腰の上側に荷重が乗るんで、背もたれいいよ、置き気味になると体は前に出されるよね、うん、止まっててくれてる。いや、すげえ調子良さそう。フレッシュな感じするよね。ですね。うん、だからやるとしたら、うん、あの後ろを6ミリぐらい下げると、うん、お尻が前に行く感じは少し減るよね、うん、でも下げると今度はお腹の圧迫が出るんだよね、うん、やってみてもらう。どっちでも大丈夫だよ。ちょっとそんなでやってみますか、ね、はいよ、うん、ということで、そのような流れの後、試運転戻られた後に6ミリほど後方を下げて結果往来という、情報をいただきましたので、今回はこれにて本固定終了という流れでございます。同様なお車で、体格ちょっと大きめな方、椅子を低くつけてしまって後悔をしている方、ぜひジェットセットにお問い合わせください。